にちは。キート、またお前さんに頼みたい依頼がある。ベルクーリさん、今度はどんな問題があったんだ？南帝国のディザドル砂漠に魔獣が大量発生したんだと。なんだって、大変じゃないか。それでどんな魔獣なんだ？サボテンだ。は？サボテンのような魔獣だそうだ。あの辺りにしかいないらしいぜ。なんというか、体当たりされたら痛そうだな。数が多いと回避も大変そうだな。ま、お前さんなら大丈夫だろう。簡単に言ってくれるな。トリビエート、キリト君。よう、セブン。あれ、セブンも任務なのか？うん、町の人から魔獣の素材が欲しいって頼まれたの。なんでも南帝国の砂漠にしかいない魔獣だそうよ。砂漠にしかいない魔獣、もしかしてサボテンか？ええ、サボテンみたいな外見って言ってたわ。でも砂漠までどう行けばいいのかわからないのよね。ちょうどそのサボテンの討伐を頼まれたとこなんだ。一緒に行くか？タイミングがいいじゃない。一緒に行きましょう。私も強いわ。ああ、何度も来ているけど慣れないよ。早く終わらせないと倒れそうね。どこかに池があれば飛び込みたいわ。この岩陰に誰かいたような気がするな。気のせいじゃない？あ、そうだな。この数は想定外ね。なあ、離れたところにもっといるな。仲間を呼ばれる前に倒しましょう。なあ、なるべく早く倒そう。数が増えると厄介だ。
大体片付いたな。セブン、素材は集まったか？依頼分は集まったわ。それじゃあ早く砂漠から出よう。魔獣より暑さにやられそうだ。あれ？どうかしたの？今そこに誰かがいたような。また？蜃気楼でも見てるんじゃないの？ああ、そうかもしれないな。よし、帰ろう。砂漠で誰かに見られている。まさかな。キリト君、見て。あの子もサボテンと戦っているのか。セブン、助けるぞ。話を変えよう。さっきからつけてきていたのは君なんだな。まさかこんな形でバレちゃうだなんて。はじめまして、私はレイン。俺はキリト。対策本部から来たんだ。こっちはセブンよ。ところで、なんで私たちを尾行してたの？そんな怪しい人を見る目で見ないでよ。噂の剣士さんの使う技が気になってて。噂の？前に私が戦ってるとこを見た人が、同じような技を使う剣士がいるって話してたの。他の村でも同じことを聞いて、その噂の剣士さんに会いたくなったんだ。なるほどな。レインは元 SAO サバイバーで、攻略組や ALO の強豪プレイヤーをしのぐスキルを持っている。 ALO では固有スキルを使いこなし、二刀流に加えて無数の剣を隠し持って操る多刀流使いだった。だがさっきの戦いでは2本以上は出していなかったな。隠し持っていない限りは俺と同じ二刀流使いか。ということは、レインは俺の剣技が見たくて尾行していたってことでいいのか？
そうだよ。見るのに集中しすぎて魔獣の警戒がおろそかになっちゃってね。見つかって襲われていたところを俺たちに助けられたってことか。まあ見るだけじゃなくて共闘もしたんだ。もう満足しただろ。助けてもらった後でこんなことを頼むのもどうかと思うけど、私と同じ剣技を使える人ってなかなかいなくて、ぜひ手合わせをしてみたいなって。わかった。セブン、立ち会い人を任せてもいいかな。ええ、わかったわ。それじゃあ、行くよ。ああ、来い。はじめ。そういうレインもな。キリト君は相変わらずだけど、レイン、いい勝負だったわよ。本当にどっちが勝ってもおかしくなかったわ。サウザンドレインが放たれていたら勝負はどうなっていたか。多刀流じゃなかったのは助かったが、エール王と同じく二刀流でもここまでの強さとはな。それでレインはこれからどうするんだ？俺とセブンはオートに帰るけど。行くあてもないし、一緒について行ってもいいかな。ついてくる。あ、そうだレイン、俺たちの仲間にならないか。仲間？実力ある冒険者を対策本部の仲間に誘っているんだ。レインの実力なら問題ない。一緒に戦ってくれると嬉しい。うん、分かった。特に何かあるわけでもないし、私も対策本部の一員に加わるよ。ありがとう。そういえば今回は宝箱と剣はないみたいだな。前に拾ったみたいなもの？何回か魔獣を倒した後に拾ったって言ってたわよね。ああ、今回はなさそうだなと思ってさ。剣？短剣だけどこれかな。いつの間に。サボテンたちを倒し終わった後にあった宝箱に入ってたんだ。綺麗だから持ってたんだけど。探してたの？いや、探してたってわけじゃないんだが、ここ最近魔獣を倒した後によく見つけるんだ。それはちょっと気になるね。持ってても使い道なさそうだし。はい、いいの？レインが見つけたものなのよ。いいのいいの、お近づきの印にってね。悪いな、ありがとう。しまして。でもちょっと気になるから、何なのか分かったら教えてね。あ、必ず。さあ行こうか。オートに戻った後、俺とセブンはそれぞれ報告を済ませた。ベルクーリさんには剣のことも話しておいた。対策本部の方でも調べてもらえるみたいだ。レインを冒険者の仲間として紹介した。審査も問題なく突破し、俺たちと共に戦うことになった。